今回の方散歩はですね、こう新潟県の柏崎市に来ております、まあ、港町ですけどね、柏崎で結構あの、まあ、新潟の中では、ね、あのトップの栄えた町ですけど、どうやらね、有名な会社があるらしいんですよ。有名そうな、暑いらしいですから。はい、このね、ブルボンの本社やってきましたけどね、今はちょっとね、ロビーしか、ね、見学できないということで、ロビーに、ね、来たんですけど、いや、ブルボンってこんなに種類あるの？これはプチシリーズね、24種類らしいです。初めて知った。で、こうやって、こう自販機も置いてあって、ここにはチョコアンパンのおじさんがいる。やっと会えたよ。もう。はい、ちょっとね、町から外れてね、石地わさび園っていうところにやってきました。まあ、ここも、日本海側ということで、日本海側に位置するわさび園としてはね、かなり珍しいんじゃないかなと思いますけど、こういうモニュメントもある。行きましょうか。コイがこの辺は有名なの。はい、ここでわさび園というところで行きましたけど、屋根にわさびって書いてあるで、あのね、壁の向こうにビニールハウスがあるんです。あれがね、まあ、4つ、4列ぐらいあるんですけど、あそこでわさびをね、栽培してるらしいです。ちゃんと取ったやつをここで、ね、食べたりとかね、できるっていう。なんか横のね、スペースでね、土日限定でね、連休ぐらいからやるらしいです。で、ここね、西山ふるさと公園かな、来ますからね、最遊館っていうところに来ますね。でね、多分最遊記の、わさび園とか行きましたけど、鯛茶漬けも有名だということで、まあ、港町なんです。